よし。芍薬、芍薬ってどんなやつでしたっけ？あの、立てば芍薬の芍薬ですよね。ん？立てば芍薬？芍投げ？待ってて、待てないので。え？したい人がいた。待っててってどういうことですか？待っててって。今ここにいるんですか？ちょっとそこのとこ詳しく、あの、進みながら聞きますから。街中に泊まるのか。街中、まあ郊外ですかね、だいぶ。弘前の5キロぐらい手前になるみたいです。うん、堺関温泉、堺関温泉。ダムの水が少ないです。少ないですね、だいぶ。宿まで20キロぐらいあるみたいです。確認しました。着く？どこに？近くに。車とかバイクだったら追いついていただければいいと思うんですけど、ちょっとあの道の駅とかで待っといてくれっていうのは厳しいです。コーヒー200円。ああ、まあ確かにそれでも良かったかな。小児、そう。全力で車にも追いつかれないぐらいで。夕方だな。日も暮れますからね。リンゴカレー、リンゴソフトは暑い時だったら。暑いあの気温の時だったら最高だったでしょうね。異音の原因わかんないです。あんまりしなくなりました。ん？ん？思い出よみがえる黒石へ。1時間、いや1時間したら日暮れで、そこから30分ぐらいで枕ですかね。ん？追いついた。米とリンゴと井出湯の里。水神の森。おう、一番搾り。あ、私ちなみに飲めないです。あ、名刺は結構持ってきたんで全然まだ減ってないです。今回名刺何枚渡したっけ。どっちしてもらった人に3枚渡しただけか。あ、あとあの山水閣、山水閣さんに1枚確か渡してきたっけ。軸なら妹は軸だわ。ああ、会えばもらえるの。うん、会えば渡しますよ。別にそこに名刺に書いてある情報は私が公開している情報と 何も変わらないんですけどね。例えばあの携帯番号とか書いてるわけではないし。山水閣さんは あの襟裳岬の、旅館ですよね、あそこで。あのお祭り見に、あのたまたまお祭りがやってたんで、それ見に行った時に前通って、で、あ、そうだ、前通ってあれだ、そういや、あのあれ以来すっかり出すの忘れてたな。どこ行った？あった。萌え名刺交換したのはあの食堂の方ですね。山水閣さんでもらったのは、はい、これでございます。おお、くっきり映ってる。これだ。あ、上り速度出なくなった。上り速度が出ない。しゃあない、見せようと思ったのに。せっかく、うん、ちょっと今
上り速度が出ないですね。ので、まあ行こう。あれあれ、あの青春昆布の、青春昆布の缶バッジです。缶バッジ、バッジ、バッジ。よっと、なんとかタイミング悪かったな。ハンマー。電波がなくなったのか、規制されたのか。映像が声を言ってるんですね。まあ、進みます。 SSMS、 イースバス、イースバス、イースバスというと、昔のファルコンのゲームのイースというゲームのキャラクターをあしらったバスですね。青と大前昆布、私見たことないんですよね。お坊ちゃまくんとかと同じ、私の頭の格納庫の中に置いてあります。管理されてます。トンネルだ。やばいな、この夕方の感じでここにいるっていうのはあまり良くないな。いや、トンネル突っ切ります。あ、動いた。田代トンネル1キロ近くあるのかな、これ。そんなないか。いいか。またトンネルか。で、今下ってます。わお、結構車通るな。GPS が衛星見えないって言ってる。よっと。抜けた。板止温泉。これ左に入ると、板
白玉温泉と落合温泉両方とも看板書いてある。これずっと下って、お、下って左に行くと温泉街があって、1km とか言ってた。曲がってるトンネル多いね。掘削技術が向上したからか。こう行ってこう行って。まだ。これ左の温泉の方一応行ってきますかね、温泉街の方。板止め温泉の方多分寄っていけると思う。ただ結構これうわー、この下るのか。まあこのぐらい登り返していくの大したことないや。ちょっとあの温泉街の方寄っていきます、せっかくなので。ってこんな下るのか。うわー、でこれが何ダム？なんとか黒石ダムか。ちょっとこんなに下ると怖いな。トンネル。やった。よいしょ。来ました。今あの予定ルートを外れた下の方の道に来ました。おお、ひょうたんひょうたん。ひょうたん。綺麗ですねあれ。やった。映像は来てないのかな、声だけですかね。今ですね、板止め温泉っていう方に下ってきました。で本来通る道だったのが上の方に見えてますね。といってもここも温泉街っていう感じじゃないな、普通に集落っていう感じ。おお、いきなり市街地になった。あ、温泉のみで。あ、温泉のみか。で、少し旅館出てきましたね。あと虹の子公園周回バスみたいなのが今通過した。ひょうたん映ってなかったですか。で川は結構濁って流れが速い。まだ雨の影響はあるんですかね。お、道路から水沢音声すいません、あの規制受けてるか本当に電波がないとこかなんですね。ポタファイ再起動したら治る可能性があるけど、もう暗くなりますので。あ、落合音声に入った。このまま早くひょうたんからコマ出てくるのは、コマってあの馬のことですよね。ひょうたんからコマ。おお、これどっち行けばいいんだろう。大川沿って方に行ってるのかな。ん？大川沿？市街地みたいな。結構な市街地ですよ。市街地でも電波ダメ？もしかして、いや違うな。いや電波は多分来てるんだと思います。規制されてるのかもしれない。いらんこと再接続とかしない方がいいな。
今ここ止まってますか。今ここ出します。今ここはほとんど待機区はないんで問題なく出せると思います。停止開始。これ左右どっち行こうかな。左の方か。ここからずっとこう行って。妄想こけしが有名じゃなかったっけ。うん、こけし有名らしいですね。女性がそばにいると音声だけになるんですよね。音声だけ。ひょうちゃんから出るのは醤油です。ひょうちゃん、あの崎陽軒のひょうちゃんか。これ上にはどうやって戻ったらいいんだろう。こっちの方がでもいい感じかな。降りてきたのないけど、上にも上の道への戻り方がわからない。こけし感。この工場は納期とか修理する工場かな。やっぱり温泉地らしくない集落っぽいです。今ここはアウトしました。出ましたよね。ループ橋、なんかよく道が分かんないんですよ。うお、これ行って大丈夫か。この先道どうなってんだろう。これは Google マップなどで見た方がいいな。現在地拡大。これって立体交差か。分からん、この解像度じゃ。交差点っぽいのも見えるな。川沿いにまっすぐ行けば乗り温泉。予定ルートに復帰できますよね、この先で。乗り温泉の中通って国道に復帰できる。よし、これで行き止まりだったらえらい戻んなきゃいけない。動いてますか、本当に。動いた。あの夕日なんかあまり色ついてないですよ。まだ白いです。この先がぬるい温泉。 Google マップ見ると行けるっぽいですね。あとなどにそういうこと言って今まで何度痛い目にあったことやら。大丈夫そうですね。ただススキが河原の方かな。で、川の水が結構濁ってて早いんですよ。これダムから流れてきてる水ですよね。この崖、あ、この横のやつですかね。多分この先はぬるい温泉で、このその辺りだ。見づらい。ずっと川沿いに行けば乗り温泉の中に入るはず。こけし館はちょっと時間ないのと、もう閉まってるんじゃないですかね、時間的に。ファミリー温泉山賊館、安そう。ススキってそもそも強い植物なんでしたっけ。竹とかはもう最終兵器みたいな感じですよね、竹。あ、津軽こけし館って書いてありますね。ぬるい温泉、本当にぬるいのか。でも旅館らしいの見当たらない。あ、これ床屋さんかな。放水して、あ、竹めちゃくちゃ強いですよね。でも日本全国竹だらけならないのは人間が手入れしてるからとかいう、そういう話なのかな。そんなに強いんだったら
弓道が。ねえ、こう。タケノコ食べるからじゃない？タケノコ食べるからどうだろう？猫見えます？あれは何食ってんだろう。だんだん下がってる下がってる。あ、魚ですね。さっきのデコしたいって言った人はどうなったんだろう。デコして、私こっち来たら猫猫魚食ってますね。写真撮って、ちょっとカメラ目線もらえますか。カメラ目線ねえねえ、ダメだ。はい、チェイス。縁の下の猫。お、ちょっと見た。なあ、だが断る。だが。お食事中ですか。お食事中でしたね。邪魔すんなって感じでしたね。いつもながら虫。そのように。これは右行っても左行ってもどっちだって一緒か。ちょっと右に行ってから左に入ると何かありそうに見える。うん、あざとくないですね。自分の可愛さを武器にしようとしてなかったですね。目線ください。目線、すげえ、フレッツ光ここに来てるのか。あ、ほんとだ。ん？コスプレ写真？誰が？郵便局だ。喋ってみる。あ、温泉旅館ありました今。あ、犬だ。犬が尿してる。お、おー、こけし、こけし、全国伝統こけし、公人、公人なのか国なのか。あ、左の私の行ってないところですかね。夕食はどっかで、多分今日泊まるとこの食堂になるかなと思います。こけし公人って読むんですかね、あれ。公人者の公人、フェスティバル、こけしポスター、イベントありがとうございます。で、すぐそこ今ちょっと人がいたんで一旦ポスターの方見たんですけど、こけし公人、おぬるい温泉いいですね。こういうの、これ提灯だな。あ、少し行けば、なんか表情が、なんかなんか表情が、電動、ああ、こけしの話、こけしなんですか。止まってるんでしょうね、これ見たいな。おー、ああ、おお。鶴の名刀。明かりのついたこけしありましたよ。こけしフェス。おお。共同浴場、これ鶴の名刀なのか、鶴の内湯なのか。いいですね。答え。くびれてる方とくびれてない方がある。猫口、ああ、猫口。こっちにもありますね。てか、これが点灯するような時間にここにいるのはやばいよ。営業スマイル。いいですね。ああ、なんか、ご老人たちが相撲の結果見てる。すげえそれっぽいな。ここに泊まりたくなりますね、こういうの見てると。いいなあ。ぬるいんじゃないですか。どうなんですかね。ん？何が諦め？ひっそりしたですよね。しかもこういうふうにそれなりに活気が、活気というか利用者がいるところはいいですね。というわけでぬるい温泉でした。
今見てきた中だと、ぬる温泉だけが温泉地として今ずっとやってるって感じですね。他のところ通ったところ悪かったのかな。いや、ここでは本当入って行きたかったんです。行きたかったけど時間が遅すぎる。もうすぐ5時だし、あと30分で日暮れるし、都市部に、ああなるほど、確かにここ弘前から20キロとかそこらですよね。ぬるめですか。私ぬるめの方が好きです。ここで夕食食って言ってもちょっと距離離れてるかな。いや、食っててもいいんですけどね。当時小学校があるのか。ぬる湯温泉。こんにちは。声かけじゃん。15、6キロ。いや、ちゃんとこんにちはって言ってくれましたよ。延長してないですか。じゃん。小さいですよね。とても我々と同じ人間とは思えない。出ない。確認します。やった。いや、来てるっぽいです。小人とか言い始めるとなんか差別用語に引っかかりそうですね。集落、まださっきのとこ行けました。行けるか。ああ、繋がってますね。でもさっき子供たちの前、さっそうとかっこよく通過した手前、もうちょい先でまた入る。よし。あの子供たちの手前、戻るわけにはいかない。あ、そう。バイパスなんでちょっと集落の道、そっちが少し先の分岐から、分岐というか道からまた戻ります。行けましたね。あのまま真っすぐ行ってよかったか。別人に赤いウィンドブレーカーとかに着替えて、ん、何、好きな球団 DNA って球団名でいいんですか。遺伝子デオキシリボ核酸、デオキシリボアシ、なんだっけ、小学校、確か少し先にあるはずですよ。また戻る道が、カープ、そうカープ。好きな歌か。dmm.com、 私は利用させていただいております。使わせていただいております。西鉄あった、なんとか町入り口、東映中だ。ここからまた向こうに戻って、ん、青文字、ふう、確かにちょっと登ってきましたね。うん、暮れてます。この辺りは山陰だから、あの辺りの山でもう暮れてますね。左？なん、戻ることになりますよ、そりゃ。右ですよ、右。あ、ラビちゃん対談、右ですよね。これもなんか特徴的ですね、置き方が。なんか交互に重ねてあるのがよくわかる。得意な。
間違った目。これなんかあの地域によって特徴あるんでしたよね。なんか名前教えてもらったけどもう忘れてる。あれはなんて言うんだったっけ。左右でも店入って出るときにはまだ間違えますね。でも間違えることはだいぶ記憶というか覚えたんで、間違うってことを前提に店から出てくるようにしてます。わら焼き、あ、懐かしいの、さっきの玉ねてあるやつですかね。あー、今日ほんといい天気だった。はさがけだっけ。あ、はさがけ、今日はまだ犬に吠えられないの。犬にまだもう少し。え、今日吠えられなかったっけ。あれ、おう、昨日か。駄菓子屋さん兼焼きそば屋さんだ、いいな。家に煙突ありましたっけ。家族風呂、長寿温泉。この辺り一帯温泉地なんですね。お、なんかやってる。あれ、少し登ってきてる。でもこれで合ってるよな。よっ。東北の自販機は大道が多いんだぜ。大道。あとは、ん？やぐら？登ってる登ってる。ヤグラ。ヤグラ。犬は電信柱って電柱っていう人だ。コンパイン。ああ。あそこになんか妙に特徴的な形の山がありますね。向き的にはどこなんだろう。お湯沸き鞘とは。あ、有沖さん。あの真ん中だけピッと出っ張ってるようなやつ。なんとか、いや、あれは、あの形はちょっと富士っぽくなくないですか。なくないですか。まだ太陽見えてますね。で、もうだいぶ夕日色になってきた。岩木富士。よいしょ。本当に岩木富士なんですか。こっちから見たらあまり富士山っぽくないな。津軽富士。あれ、岩木山って、白神山系の北側にあるやつでしたっけ。あの、五所川原の向こうにあるやつ。あの山が岩木山でしたっけ。あ、富士山っぽい。帰ってこいよ。ん？富士パンポンしろ。ん？こっちから見るとそう見えないですね。今使ってるアンドロイド版のはちょっとよくわかんないです。今回初めて使ってて仕様もわかってない。お、あの鳥居だ。
お、しめ縄の真ん中の太いところは中国は。あ、そう、宿の場所、今回のルートから少し外れるから。あ、津軽富士。よっと。インター越えたあたりからルートを考えなきゃダメですかね。高速道路越えたあたりで、うん、見失った。何の？こけしや。よっと。あ、なんか映ってました。今はですね、こけし屋っていうのを通過したんで、後ろ手に撮ってました。あ、今調子いいですか。静かだから全然映像いってないのかと思ってた。じゃあ映像はいってるのに、皆さんはこの私のこの放送を見てコメントを打たないなんていう失礼なことを、ん？すいません、くだらないこと言ってました。マロンパン、やった。今ここ、あ、消えました。じゃあ、何も言ってない。出しましょうかね。そういう日を見て。ステージ開始。止まったか。よいしょ。ああ、全然寒くないな。野宿できるんじゃないかな、これ。で、この辺りリンゴ畑ですね。もう結構なってる。もうというか今が時期なのかな。うん、平地ですね。ああ、電波がないのが。ん、神社。晩ご飯。私は晩ご飯食堂で、なんか朝方、まあそうかもしれないですね。あ、豆だ、なんかの豆だ。あとどんぐらいだろう。6時あと15キロぐらいはあるんじゃないかなと思うんで、6時過ぎるぐらいかな。暗く、ま、ほぼ真っ暗になるぐらいに着くと思います。12キロ、ああ、いい感じだな。ありがとうございます。距離、ただルート入れてなくて探しながら行かなきゃいけないから。リンゴ畑だらけだ。まあ12キロだったらあと一息ってとこですね。おお、リンゴ畑の向こうに夕日が。夕日写真映るかな、こんなん。また途切れ。よっと。今、ま、横から夕日照らされてます。宿決めて飲め決めて飲め飲め。102号線にまだこれで行ける限りは。どんな場所まで途切れ注文らしてるのか。バイパス避けて裏道行けるんだったらそっちの方がいいんで。
そうか、もう今、もうそろそろ仕事が終わって土日が始まるんですね。皆さんは、一般人の皆さんは、サラリードワーカーの人たちは、お、そうか、リンゴに農薬まくやつか。小林さん、いや知らないです私。犬がこっち見てた。今車の中犬いた、助手席に。この先予定ルートに戻んなきゃダメか。あとだけ、ああ。中館センターは確か北の方でしたよね。ここからはもうバイパス乗らなきゃダメかな。いや、もうちょい行けるな。細い橋に行ける。行こいた。こっち行ったらまだバイパス避けて橋向こうに渡れる。多分、おお、すごい。更新したら動いた。おお。ちょっとこれ。うお、わあ、ちょっと写真撮らなきゃこりゃ。ああ、裾まで見ると確かに富士山っぽいですね。岩木さんという日がすごい。市街地も下に黒い市街地。ちょっとこの住宅の斜面を登らせてもらって、うわあ。で、裾の方、下の方にですね、市街地が霞んで見えててすごく綺麗なんですよ。写真撮ってます。うわぁ。綺麗ですね。写真だともっと綺麗に写ってると思うんで、まあ、いずれウェブアルバムで。もう一枚。すごい。大爆発。うわだ。そう、電線が入っちゃうの仕方がないですね。いやー綺麗。あー、田んぼアートのことすっかり忘れてた。田んぼアートってどこだっけ。田んぼアートのこと忘れてた。そのためにこっちのルート選んだのもあるのに。いいよっと。こんにちは。目丸くして見てた。背型。お、なんか落ちてる。なぜスイカがこの時期に落ちてる。田んぼアートのこと忘れてた。田んぼアートどこでしたっけ。確か線路を交差するあたりでしたよね。もう田んぼアート見えないか、これじゃ。まあいいか、田んぼアート見れなくても仕方がない。スイカは地面に転がってました、割れて。田んぼアートのことすっかり忘れてた。ただ今夕日が斜めにかかっている状態よりはもう暮れてしまった方が見やすいと思います。一応見るだけ見ていこう。うん、あ、コロッケの匂い。今のコロッケだ。じゃがいもコロッケ系の匂いがした。中だって刈り取り前だと思いますけどね、タイミング的に。コロッケの匂いに敏感。コロッケ次の機会ですね。田んぼアート、え、道の駅、あそこ道の駅あるのか。コロッケミステリーサークルじゃなくて、あの植わってる作物によって色が変えてあるんですよ。
コロッケ、台風でもないのに。ポテトフライかも。ポテトフライ。あれ高い場所から見ないとダメだよ。高い場所から。高い場所から見るためのタワーとか用意されてるんじゃないですかね。あ、こっちじゃない、あっちだ。夕日ライト下げろ。夕日ライト。コロッケの話したら台風が来るのか。そういう順番なのか。そういう因果関係。ああ。リンゴリンゴ。痩せた。よっと。ああ、意外と近代的な橋だったな。マブ。秋山見えてますか？田んぼアート、あとどのぐらいだっけ？線路のとこだから、そうですね、高速を越える、高速越えて、ジョンカラ節発祥の由来、黒石市。あれ？まだ結構先か？今すれ違ったを。ん？今すれ違った。誰？誰？現在地がここで、そのまままっすぐでしょ。まっすぐ。田舎間、田んぼ跡駅まであと、4.8 キロ、ちょっとあるな。バイクだお。あ、バイクですれ違いましたか。気づかなかった。ちょっと待って、あそこバイパスの上乗れないな。で、今岩木さん綺麗に見えてます。稲刈り終わってる。うわ、夕日だと。で、こう言って、なるほど、この中の道通っていくわけか。一気に暗くなるよ。一気にですね。橋渡って、橋沿いに飛びます、とか。まあとりあえずあっち向かっていけばいいんだな。おー、綺麗。ん、何が5時まで？あ、そのなんか、田んぼアート見るための施設がですかね。北海道、青森です。ん？前が？何？こっちか？こっちか？明日、いや、そこまでは。明日にしたら、もう見えないでしょ。いや、まだ十分写真撮れるぐらいの明るさだと思いますよ。なんかそういうタワーとかに登って撮らなきゃいけなくて、それが閉まってるんだったらどうしようもないですね。なぜこんなに遅くなった。いや、まあいつものことだから。わかるけど。田んぼ跡会館があるんですか。まあでも見てなんとなくどうなってるかわかると思いますよ。わかるに決まってるじゃないですか。妹の清水ホテル J クラブ。20時、そうだっけ。ダメですか。一言コメントには対応しない。なんとかで一言っていうのは面白いネタを振ったつもりなんだろう、てめえ。この普通にもこれぞれ乗っていけばいいか。
お、いらっしゃいませ。なんとかついで一言は無理やりネタを強制的に対応させようとしている感じがして、ちょっと私はジェクラ、あー綺麗、なんか今日夕日がやたら綺麗だ、切れてる切れてる、おこおこなら何が2チャンネルにいた。私が2チャンネルに書き込んだりしたのはパンツァーフロントのやつぐらいかな。あと何か書き込んだことあったっけ。激おこ、激おこなんとかドリーム。岩木さんのあの上の方だけあの夕日の色がかかって、下の方黒くて綺麗です、グラデーションで。何だっけ、綺麗。いや、なんとかドリーム。いや、一応前は通っていく、前は。なんとかかんとかドリーム。バイクにしたら直立姿勢で。あれオフロードバイクかな、何で見ただけ。ドイツの戦車が、いや私ロシアの T34 とか好きなんですけど。ドリーム、おー綺麗。ちょっと綺麗に見えるとこないかな、もっと。バイパーさんさすがに速くか、走りやすいな。おお、どうすかこれ、どうすか。ちょっとこれ脇道に入れば綺麗に見えるんじゃないかな。よっ、うん、なかなか。今切れてるのかな、もったいない。あの山はなんていう山だ。あの山は津軽富士。岩木さん恐れ山です。嘘つけ、残念。引かれた。高速有無を言わさず乗り込みました。ズームして、あ待てよ、うん、降下した。今の状態はどうなってる。やった。あ、開始ボタンが押せる状態になってた。でもこれだと大体しばらく行くんですよね。お、行った行った。今こうです。無理やりズームやってみようかな、あまり意味ないですけどね。こんな感じです。こうか、こんな感じ。よっと、このぐらいか。こういう感じで、もうちょっと暗いんですけど、ね、見えてます。綺麗ですね。ひろしげ、ふくよかですかこれ。というわけで暗くなりますよ。それではまた明日。また明日。ごきげんよう。利尻富士は綺麗ですよね。あれって形はどっちから見てもあの綺麗な形してましたよね、確か。綺麗な形してましたよね。あの海の中から直接富士山が生えてる感じの島。
田んぼアートはこれから。というわけで、こっち方向赤だけども、歩道を使ってこう曲がらせてもらうという姑息だな。あ、スペース荒らしたい。延長。焼きそばは去年食べました。あと3、4キロは、田んぼアートですよね。田んぼ荒らし。延長できてたと思うんですけど、どうですかね。あ、ちゃんと自転車通行からだった。よかった。次の旅は全く考えてないです。3連休が今度あるんでしたっけ、まだ。ん？あ、臨時駅ありますね。延長、大丈夫ですよね。地元。田舎だってって途中にありますか？10月中か。年末年始もどこか行きますよ。あのトラック後ろに、あれが、そうそう、田んぼアート駅。上の方には田舎館駅ってなりますね。あ、そうか、道の駅もそれだっけ？その近くだっけ？年末年始も配信、年始はしませんけど、年末は大体やってます。ちょっと田んぼアート駅の位置確認。今日は宿泊まります。本当だ、田舎館道の駅って書いてある。現在地。まだ先だな。まだ先だけど、こっから左に道に入っていけばまっすぐで、田んぼアート駅の近くに出ますね。あの道は。あ、また切れてますか、今ここ。日曜はまあ帰るだけみたいな感じですね。車結構行ってるかな。今ここ出します。もうここまで来たら焦る必要ないかな、大して。でもせっかくだから横道行ってみよう。いらっしゃいませ。まだ日が暮れたばっかりなんで、明日は、いや、今日もう少しかかりますね、宿までは。配線跡、いやいや、この先鉄道があります。こっちは山の上、寒かったです。十和田湖は寒かったけど、こっち来たらまだ大して寒くないですね。今この時間で、あ、そうか、でも今それなりに着込んでるんだった。ロードバイク、あ、これ今クロスバイクです。私はクロスバイクとマウンテンバイクに乗ってます。個人的にドロップハンドルが苦手なもんで、ロードバイクは乗ってないんです。晩ご飯は食堂で、泊まるのは境関温泉。クロスバイクは、そうそう、布でクロス布でできてるからすげえ軽いんですよ。折りたたんで持ち運ぶこともできます。あとなんかもっといじった方がいいかな。私は本当寒いの弱いんで、テーブルクロス、布、マジ手突っ込み地元セクロスのメーカーは何だったかちゃんともう忘れないように調べた方がいいな。バンブーサイクルはありますよね。なんかアフリカの方で作ってて、フェアトレードで、アイオンがフェアトレードの商品らしいですよ。つまりアフリカの作った人がそんなに買い叩かれてないものらしいですよ。ご協力。これずっとまっすぐ行って、途中で少しだけ北上したら田んぼアート駅ですね。あれ、あ、これ信号ないのか。渡ったもん勝ちか。うわ、あ、日中で良かったですよね。やった、すごいね。セクロスというゲームが昔ありまして、5キロか、そばのため5キロか。
夜飯は泊まるところの食堂で食べようかと。ユース、今日は本当は弘前のユースに泊まりたかったんですけど、今日はやってないんだか満員だかで泊まれなかったんですよ。明日だったら泊まれたらしいんですけどね。うわぁ、確かになってるな。また下から照らされてる、 赤く照らされてる雲も綺麗ですね。うわぁ、リア獣の、また写真撮らなきゃ。5キロ、待てよ、もう少したら電柱入らないな。おお、開けた。綺麗ですね。岩木さんです。うん、郵送紙です。年末はまだ考えてないです。沖縄の方とか暖かくていいんですよね。皆さんにはあんまり見えてないと思いますけど、肉眼だとすごい綺麗なんですよ今。でももうそろそろ雲も下から赤く照らされている雲の明かりもなくなりますね。GoPro はまだ動いてます。大丈夫です。で、写真、今日の、どうしようかな。四国は行ったことありますが、私の次に、ホラフキさん、年末どうしようかな。完全の山の地に見える。これもう、二つ北側の方行ったらいいな。冬の、雨が多い？沖縄ですかね。ああ、なんかそれ聞いたような気がする。もうライトつけたらいいですね、これは。ここが津軽平野か。津軽平野にもう入ってるんですかね。鹿児島か。鹿児島でも結構寒いんですよね。やっぱり沖縄だけ別格だ。ああ、今はまあそこそこ。会話そうですかね。日常あんまり人と会話しないんですけど、会社とかでも。岩木さんの火山灰。火山灰で平地ができるんですかね。放送が韓国、韓国なんか手軽らしいですけどね。旅費とかも安そうだし。この道だ。おう。ん？沖縄。ああ。韓国語ダメです。韓国語さっぱりわかりません。韓国語に限らず。旭日月ですね。韓国の電波状況はちょっと知らないです。配信はできるんじゃないですかね。韓国は結構そういうの進んでそうな感じがします。素人知識として、素人の感覚として。今電波安定してますかね。規制もそんなに今かかってないかな。あれ、これいつ、世界地図そんなん作ってるのか。韓国何日、やれやれ。YRYRDZ。どれだ？田んぼアートの片鱗だけでも。とりあえずこれ渡って。どっちだ？まだいけるでしょう。
私は諦めてないですよ。引退、いや配信引退云々じゃないんですよ。田んぼアート、私は配信は手段だから、自転車旅行をやめるかどうかって話はあるけど、配信はいつやめてもおかしくないです。もう 4,5 年やってます、4年かやってますけど、例えばユーストの方が有利になったらそっちにあっさり移ると思います。ニコ生上で有名になるとかそういう目的は全くないんで。道の駅にも、まあでもせっかくだから砂利道、いや配信はニコニコだけですね。単にそうそう、配信が目的ではないです。だからニコ生みたいにそのコミュニティがランク付けみたいになるようなとこだったら、あんまりそういうのあれなんですけどね。あれあれあれ、エジ通信、ユーチューブ、その可能性もありますね。そうそう、初期はあの頃はですね、配信がじゃなくて自転車旅行に行く気がまだ結構多かったから、今行く場所なかなか思いつかなくて休日出られないんですよ。巻き込んで腰、ああそうそう、腰は、いや腰よりも膝じゃないですか。膝膝ピザ、離島は結構行ってますよ。あ、小笠原はちょっと、小笠原はですね、行くコストが高いし博打になるからな。膝膝膝ピザ、そこの道の駅から入っていこうかな。休日全然忙しくないです。膝膝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 ピザ。うん？沖縄に。伊豆大島2回行きましたけど、あそこは電波ないです。あとなぜか伊豆大島のハブ港は Google マップの詳細地図ないんですよね。あれは一体なんで？瀬戸内海一周ですか？あ、奄美大島行ったことない。なんで今奄美大島の人2人連続だったんですか？奄美大島はまだないんですよね。あれってどんぐらいのサイズの島でしたっけ？年末奄美大島とかもいいな。でも埋まってるんだろうな飛行機。軍艦島、能登半島の軍艦島って言われてるところは行って、白川郷、奄美、田舎だって。ここもしかして温泉がある道の駅なんですかね。だったらここで野宿って言ってもらったな。高いところか、なんか櫓ありますよあそこに。八丈島2回行きました。ただ2回目はもう本当に事前に八丈島 PR の人に連絡取って、そのイベントを配信してみたのもだったんで、あまり旅行配信という感じじゃなかったですね。あの時はん、どこ、屋久島、愛の島行きました。配信はしなかったけど愛の島行きました。子どもの頃の記憶と全然違ってた愛の島。ハテルマ行ってないっす。おっと、八島、あ、その辺りも行ってないですね。ここにレストラン、そこにジャイコ、ジャイゴ、ん、どこの振り返りを、よっと、これが温泉併設の道の駅だったら野宿するのに ベストのところでしてたかね。んん、江ノ島はあそこは、いや一遍行きましたよ。あそこ配信しながら行ったことあります、昔。田んぼアートのあれかな、櫓。いかぶり方、田んぼアートこっち。
あ、軍艦島確かなんかそういうのありましたね。能登半、能登の方じゃない軍艦島ですよね。この櫓、あそこか。突然、いや、すいません、突然やめないという保証はないです。私は本当に自分の都合で勝手にやらせてもらってるんで、リスナーのため、失礼にならないようには心がけてますけど、リスナーになんかその、リスナーのためにどうこうするというところまでは考えてないんで、櫓あった。あったけどもう入れないんですよね、あれ。ってことはその下にあるんだ。鷹の島っていうのは知らないです。うん、長崎の方か。ああ、それがあのあれですよね、炭鉱が地下にあって、第二田んぼアート。そんなに高くないね。うん、そうですね。どっちにあるんだ。で、一応閉まってるの確認しましょうか。なんかの間違いで開いてたら入ろう。通報中だな。通報中。うさぎ、ん、うさぎが、あ、大室山。田んぼアートの営業時間、観覧時間は終了いた、終了しました。ウルトラマン。何がウルトラマンなんだ、あれ。田んぼアートの観覧時間終了しましたの下になぜかウルトラマンの絵が、ロゴとともに。まあ、こうですよね。で、あ、これか。これだ。後ろのやつだ。こっちから見る、反対側にはないんですかね。うん。上に登れば、登れません。こっちにはないですね。あった、田んぼ跡駅。あれだ。そこにあの臨時駅である田んぼ跡駅があります。ジャンプ。なんかあの、アサルトっていうゲームを思い出しますよ、そういうの。リフトアップゾーンがあって。電柱ですか。10メートル。ノックノック。間違って開いてないかな。開いてない。というわけで、飛行ユニット。田んぼ跡見えません。まあでも写真は撮りましょうかね。加工すれば後で見えるかもしれないし。だっとだっと。よっと。第一、こっちの方が小さいんですかね。あ、わたかの島はどこでしょうか。いや、チェックまだしてないです。どうでしょう、新作はなんか見るのが大変で追ってないんですよ。ロボさん、自家用ジェット持ってるんですか。明日、ん、ああ、そうか、明日の朝この近く。でもどうだろう、あと宿まで5キロ以上あるんじゃないですかね。5キロ、10キロ。わたかの島っていうのは何がある島なんでしょうか。ポタファイ持って、今日はイベントいろいろありました。お、弘前の方ですね、ありがとうございました。ダブル G さんですね。今やようやくタンバートですよ。めだかの学校。メダカか。ん、世界地図わかんねえ。風情。明日どうだろう、戻ってきて、戻ってきて見れるかな。わかった、これ。わかった、わかった。それでか、ウルトラマン。今年は、これ、ウルトラマンシリーズなんですね。皆さんこれ見てわかりますよね、大体。こんなパースでも分かりますよね。彼、D さん。あ、つぶらやプロ50って書いてある。分かる分かる。バルタン星人ですね、これ。分かりやすいやつ。で、よっと。うわぁ、そういうことか。ツイッターで
上の方に書いてあるのは何だろうな、あれ。手前のこれピグモン、ピグモンじゃない、これなんて言うんだっけ。いや、ピグモンだろきっと。あ、映像止まってんのか。ウルトラマンなんですね、ここは。第2会場はよっと、ああ、止まってるか。せっかくだから、せっかくだから、そうですね、ポトファイ再起動ですね。ちょっとお待ちを。第1会場は何ですかね。レッドキング止まってますね。ムック、ポトファサイ起動。よし、あそこの列車も気になるんですよね。じゃあバルタンのとこに合わせとくか。あ、あれ飛行機か。明るさ調整、ああ結構見えてるな。もうちょっと明るさこうして、こうして、こんなもんか。さあ、つながれ。来た。こっちももうすぐ来るな。つながれよ。上り速度これで、お、上がってきた、下がった、下がった。よし、来た。これでよし。これでしばらく見えますね。やっと見えましたね。これでしばらく見られると思います。いや、これはバルタンでしょう。これは私バルタンだと思います。もうちょっと調整した方が見やすいかな。こうして、星、バルタン星兄さん、よっと、こう、このほうか、このぐらいか。これで少し見やすくなりましたかね。で、これわかりますかね、つぶらやプロ50って見えます。サブつぶらやプロ50って書いてあると思う。セルサークル、黒いやつはですね、黒い品種ですね、麦っぽい。いや、米か、これ50見えますよね。つぶらやが見えないか。なるほど。これはほら、あのあれですよ、赤くてもじゃもじゃしてる、あのネズミの、ネズミの手みたいなのが生えてるやつ。プロ50つぶらや、あ、ピグモンか、これピグモンでしたっけ。で、向こう側になんか Y っていう字が見えるんですけど、あれは何なんでしょうね。ガラモンで、こっちはこれ分からんな。角があるからゴモラかなんかか。そうそう、つぶらやプロ50です。あ、向こうの前あれだ、ウルトラマンのんだ。こっちから見たら分かった。何も見えん、何も見えん。そう、今言ってると思いますけどね。阿蘇山出身、メットを上に掲げてみたら、あ、メット、メットを掲げれば50センチぐらい稼げるかな。
よいしょー。あんま変わらないんじゃないですか。コマは今高い高いしてます。向こうにウルトラマンのロゴがありますね。しかしもう暗い。ギャンゴ知らない。長い棒の変わらんかった。そうか、ちょっとしまった。左側に、どれ、私からは見えない。ちょっと厳しいか。逆から。まあでも多分これホームページ見れば載ってるんでしょうね。さて、じゃあ行くか。暗くなってきた。だいぶ暗くなってきた。ここからこの明るさ設定の方がいいかな。いや、デフォルトしとこう。ウェブカメラ任せ。カネゴン、アンコウみたいな口のやつですよね。アンコウ。エレベーターっていうか、今日の宿は、境関温泉。自転車映んないな。今日の宿泊代4725円です。温泉宿に泊まります。温泉宿っていうのかな、温泉やってて宿もやってる感じのところに行きます。さて、そろそろ境関温泉の場所をちゃんと確認しながら、あと10キロぐらいあるんじゃないかな。ちょっと待ってください。田んぼアース、なんとか。境関温泉。ですね、6.8キロですね。そこの102号線沿いに行きますか、明るいから。特に工夫せずに。温泉センターですよね。普通の温泉旅館だったらもっと高いと思います。とりあえずカタンカタンって、夜は、来た。2両だ、2両。なんと絵が描いてあるけど、行ってしまった。行ってしまいました。残念。いつまで？日曜まで。間に合わなかった。でも、ここにも車両が置いてあるんですよ。車両が3つ置いてある。よっと。見えないかな。とっと。ウェブカメラじゃ分かんないですかね、こりゃ。車庫というか古い車両だと思います、これ。あっという間暗くなってきた。今写真撮れた。港南。お、また来た。セカンドチャンス。電車っぽいですよ。早っ、もう来た。いや、あれはあそこ止まって、いや、動いてるな。早いな。39。よいしょ。もう逃さない。もう離さない。でもこの暗さじゃ取れないですね。丹波跡駅通過していきました。あれ、臨時駅なんで、今の時期は止まるのは少ないじゃないですかね。コウモリが飛んでる。手前のボロボロですからね。フラッシュ取らない、使わないですよ。2両。乗車率は1割もないぐらいでしたね。手前の列車は、これは置いてある古い車両です。2回も、すれ違いってわけでもないのか。単線だから、これすぐそこに別の駅があって、カメラが
まあこれまっすぐ行きゃいいのかな。見えました？キハかどうか私には分かりませんでした。帰宅時間、うん、そうですね、確かに方向としてはどっちだろう、弘前に向かう方ですかね。今の何鉄？何鉄？臨港鉄。岩木さん綺麗に見えてますね。道的にはまだこっちの道でいいか。で、冷えてきた。パンタグラフ、鉄じゃない、電車っぽいですよ。ハヤテはどれだっけ。あっという間冷えてきた。でも走ってればまだ大丈夫かな。冷えてきてる。平日は乗り鉄ですよね。乗り鉄、私は乗り鉄ではないんですよね。てか鉄道全然詳しくないです。青い森鉄道は701系じゃないの。青い森鉄道、もうかなり暗いですね。暗いし、あっという間に寒いです。あっという間に寒い。あそこになんかでっかいわらき屋根みたいなシルエットが見えてますね。あれなんか店かな。やばい、寒くなってきた。こんな一瞬で寒くなるなよ。ウィキに2012年現在、税後車の廃止が一様もない。一様もない。ああ。メトロン、どんな鳴き声でしたっけ。走ったら、何で冷える。あれこれどうなってる。左側は立ち入り禁止で、右側これどうなってる。道あるのか。この建物は何ですかね。竜遊び稲の館と書いて竜島の館かな。止まりましたか。うわ、砂利道。どっかでこの上の道に乗れるところがあればいいんだけどな。多分こっから左行って右行ったらあの道に乗れると思う。明日は五所川原方面考えてるんですけど、今日の夜考えます。まだあまり考えてないです。これ砂利道か、いや舗装路だな。そう、これ本当に真っ暗になってしまうと周りの道が見えないんで、どう行っていいか分からなくなるんですよね。こう来て、まだこっちか。ああ、道がよく分からない。うわ、ちょっとダメ。ここは6時、もしかして6時だ。お米と蔵の博物館。こっちが敷地内なんだ。外側の道行かなきゃダメだな。中通ってもいいのかもしれないけど。砂利道。じゃあそっち中通る。よいしょ。今ですね、今お米と蔵の博物館っていう敷地内に入って、建物一切ないんですよ。ここ道しかない。怪しいですか。いや大丈夫だから。目的地はどこですか。目的地は堺関温泉っていうとこです。あれ、これ横のあぜ道じゃないか。そこの車がいっぱい通ってるところに戻りたいんですけどね。いけそうだかな。これどっか溝あるのかな。
取れた取れた、よし。でそっち登れば、ブヘヘ、何？どこよくわかんないです。これでなんとか。これ上バイパスは自転車多分通れますよね。道道。遠野はなかなか良かった。ジンギスカンのタレを、ジンギスカンの肉とタレ食って、買って焼いて食いましたよ、遠野では。昨日もそうだったんですね。登らない、今、この道ですか。いや、この道に行けばもう迷わないんで、明るいし、電車はまあ好きなとこ走れるのありますね。たまに不法侵入してんじゃないかって時あるけど。よし、ここでバイパスの車道に乗れる。こんだけ暗くなるともうこれダメ。今日は境関温泉、もうだいぶ言えるようになった。境関温泉です。でこれバイパス沿いにずっと行って、しばらくしたら右に折れて境関温泉ですね。山並み、岩木さんです。温泉は今どこだ、これか。あと6キロ。これ津軽未来農業協同なんたらまで。交通量少ないね、明るい。よっと、交通量少ないですか。あと 5.6 キロ。とりあえずこのバイパスでしばらく行きます。軽い。ミンチ、いやそこまでないでしょ。ミンチにまではならないと思う。今日は宿取ってます。こんだけ冷えてきたからやっぱり宿取っといてよかったかもしれない。あと昔、そうですね、あと30分もかかんないと思います。30分ぐらいかな。バイパスに行くはもっと早いかな。もう20分まあ 2,30 分で。お城、弘前城よりもはるか手前です。5キロぐらい手前。バイパス多い。でもこれは普通に走れる道でしょう。まあ走りたいところじゃないですね。リフレクターだけです。できる。なんか意外と寒くなってきたんでやっぱり泊まった方がよかった、泊まってよかったかなと思います。宿を取って、本当あっという間に冷えるな。こっからあと3キロか4キロぐらいまっすぐこの道沿いに行って、途中から右に折れて境関温泉です。露天風呂、いやー寒いといい感じですよ、露天風呂とか。温泉とロボちゃん、温泉歩道はちょっと怖いかな、暗いし雑草生えてるし、あとこんだけ路側帯というか横のはみ出してるところがあるから、今のは私じゃないよ、鳴らしてたのは向こうの車線だったし。テールランプ、そうですね。ただまあ最低限のリフレクターはついてます。今の私じゃないからね。ローソンですかね。また引っかかった。今の私じゃないから。これは着いたらすぐ風呂だな。速度何時か、何時までかを確認した上で。
リアライトは今今回持ってくるの忘れちゃったんでリフレクターだけです。あれは青森空港に行くやつか。何にそういうことに。歩道はなんかよくわかんないですね。タイディグ気をつけます。バイパスなんですけど国道番号は今の私じゃないし、今回そうですね、好きなだけ寄り道してるからな。特に午前中は油断してますね。まあでも大丈夫です。あ、そうだ、100均でっていう話あったの忘れてた。弘前行ったら100均あるから買ってもいいかな。でもあと2日か。車道を走るのは原則そうなんですけど、原理主義になってしまうと本来の目的を忘れてしまうんで、こう決まってるからもうそれがありえないんだっていう考えはちょっとやっぱり理由とセットで考える必要あると思いますね。とか言いながら私も考え放棄してるところは多々あります。考えるのめんどくさいから。でも本当に青森意外と寒くなってきたけど、今は漕いでると少し暖かくなってきましたね。まだ息は白くならない。まあ本当に本州の10月末ぐらいの感じかな、11月とかぐらいの感じの気温ですね。4件、日が、今日宿に泊まります。境関温泉っていうところ、コメントで教えてもらいました。速度、あ、下道ありますけどね、右側通行取ってればいいと思いますよ。右側通行はでも短、どんな短距離でも一瞬でもという話をすると、なんか狙ってそういうのできそうな気がしますね。8度か、あ、そうそう、10度割るんでしたよね。夜になると山の上と変わらんな、十和田湖と。右側通行は通報して、いや、歩道あれ右側通行っていうのはないですよ。歩道の中は車道より走るっていうルールしかないです。歩道の中で車とすれ違うわけじゃないですからね。でそれ言うと、この路側帯の中も、路側帯っていうかこの白線の外側どうなんでしたっけ。ここって逆走入るんだっけ、逆走該当するんだっけ。いや、まだちょっと残照があります。どっちにしたって暗いですけどね。取り締まって、だからほんのちょっとショートカットして、その何メートルかだけ右側通行になるけども、そっちに渡るみたいなところで張られたら嫌ですね。電波ダメか。宿まで、そうですね、もうすぐ着くと思います。あと 13.4 度、あんまり下がってないな。結構体感的には寒い気がするんですけどね。家に帰るまで、車道ですよね、歩道は。そう変わるんですか。ややこしいな。
横浜町まで。こっから横浜町だったら1日で行けるところかな。行けないか、私じゃ。200キロぐらいあるのかな。そんなないかな。ちょっと段差があって怖いな、これ。せーの。よっと。気温が、いや、ひどくはなってないと思います。ずっとこんな感じです。お盆時期。いや、今は休みなくなったわけじゃなくて、今年たまたまです。あ、津軽温泉。津軽温泉前通過。で、向こうに結構明るいところが見えてきた。フレームいっちゃってますかね。そんなにすぐ壊れないだろう、これ。ちょっと逆走。ああ、でもまあ、そういうのやってる人 いますよね。まあ、それはすっきりしていいのかもしれない。ん？去年？去年も遅かったか。そうだっけ。なんかタイミングが。会社の仕事の区切りが悪くて1週間休むとやばいっていう時期にかぶっちゃって、去年もそういえば9月でしたかね。あ、今小また落ちましたか。 BB あと3キロぐらい。うわー、今猫か。10月そういうのも確かあったかな。あったっけ。飯軽温泉。水路には、そういや確かにそうだったな。修善寺で水路に落としましたからね。落差 1.5 メートルぐらいか2メートルぐらいのところ。今ここ出てないらしいんで、停車したら出します。明るい市街地に来た。もうそろそろ右折かな。宿配信は多分一人部屋だろうからやります。なんかネタがあるかどうか分かりませんけど、明日どうするとか、酒飲むとか、間違って少々買ったとか。ん？フロア？ん？リセッシュセットはまあ見ることは見ましたけどね。でもメンテナンスが得意な人から見て満足するようなことはとてもじゃないけどできてないです。そのところはイライラするでしょうけども。あとそうですか。うわ、いやまだ。あ、そうだ、ローソンがある。そろそろか。ローソン前です。押し入れだった。あれ、押し入れ壊しちゃったらやばいですよね。毎回やってるけど、押し入れにどのぐらいダメージが与えてるんだろう。明日は止まった時に考えます。ついてから。まず、いらしないですか。本当ですか。あ、ちょうどここから右にずれる、右にそれるんだ。県道268号の方に。ローソンの、のとこで曲がるって、ここのことですね。さっきコメントで教えてもらった。青森県、本当かな。ありがとうございます。今ここ出し直しました。何 30?
よし、もう少し。これ向こうには、あ、あるな。ローソン、あ、動いた？うん、入った。来ました。ここですぐそこの別の太い県道に渡って、いらっしゃる。そうですか。特に癒し交換は、お、今、あ、ありがとうございます。車そこそこ通ってますね、向こうも。よっと。もう少しですね。腹もいい感じに減ってきた。急に。兄弟妹が2人います。ただ個人情報はいろいろ秘密です。上の妹が小熊屋洋菓子店っていうあの店をやってるなんてことはとても言えないです。ちなみに小熊屋はあのひらがなで小熊屋なんですけどね。全然待つ。電車いた。あ、いた。さっきの人ですね。泥除け付きのクロスバイクっぽい感じだった。いや、ステルスしてないから。狭いな、これは。後ろトラック待たせちゃってますよ、今。あ、トラックじゃなかった、軽だった。トラック、まあ、でも言いました。聞いたこともないでしょうね。北高温泉、ん？五能線？乗ったら、そう、ステルスしてないですから。ステマは叩かれるけど、ステマじゃなければ叩かれないですよね。電話本当に贔屓にしてほしいですよ。鹿児島本線、福岡の鹿児島本線の箱崎駅から歩いて10分ぐらいあるかな。ちょっと離れてるんですけどね。今日はでも疲れが全然なんか残ってる感じがしない。今この時点で、はぁ、疲れたっていう感じが一切ないです。あ、そう、テレビ出たんでしたね。え、目、顔出してました？うちの妹顔出してないんじゃなかったっけ？結構コンプレックスがあるみたいなんで。あ、あ、有田さんありがとうございます。これ後ろ側に粉ついてたんだ、知らなかった。このライトって後ろが赤く光ってたんですね。知らなかった。かまだ先だな。橋、オンラインショップ、今どうだったかな。弘前境崎郵便局の手前で右に曲がるんですね。車よく通るな。うん、遅くなった。でも6時、7時って言っといて全く正確だな。あ、本当に顔出してました。じゃあ多分それビデオ撮っても絶対見たくないとか言うに違いない。リスナーの愛に包まれてたからな。リスナーの愛に今のは何の。え、これ材料減ってるんですか。そんなに使ったっけ。まあでも今日充電しときます。じゃあこれ後ろ光るのはそうなんですか。
いや、福岡駅ではなくて博多駅ですかね。いや、じゃなくて博多駅から JR 鹿児島本線で3つだっけ、4つだっけ、2つ、あ、3つ、3つ、博多、吉塚、箱崎の間に何か挟まってなかったっけ。今箱崎駅っていうところから歩いてまだ10分ぐらいあります。箱市っていう定期的にやってる、なんだろう、あれは定期的にやってる何ですか、そのブロアクセサリー作ってる人とかお菓子作ってる人とかが、何ですかこれ、腕時計、磯川、昭和三浦さんで有名、ん、箱崎駅は北条絵で有名ですね。北条海と書いて北条絵、地元の人間、我々とか北条屋ってなぜか呼んでるんですけど、で北条屋っていう生き物を解放するというか、おっそう、生き物を大事にする的な意味での北条屋のはずなのに、からひよことか売ってるっていうのって昔からずっとみんな言ってます、地元の人間は。北条屋なのにからひよこ、今からひよこはないかな、さすがに。で郵便局が見えてきたらその前に右に曲がる、遅い。フルーツグラタンってどれのことなんだろう。いや、そのお菓子を知らないです。料理、ありがとうございます。信号までわかるのか、私に似て、いや似てないみたいですね。私は父親に、どこ行く、信号ってあそこか、あ、ローソン近くにあるから夕食は別に困らないですね。仮になんか食堂しましたけど、ヒルクライムしないです。でもなんか岩木さん絡みでできることがあったら、相馬商店、相馬商店は今のが相馬商店かな、今あったっけ、多分ここですよね。お、あ、パニアバッグつけてた今の人。自転車旅行者っぽく見えないんだけど、自転車旅行者っぽい人がいますか。ここから右ですね。弘前バス。境関温泉右200メートル。パニアの自転車のなんか、50代ぐらいの男性で、ヘルメットはしてなくて、上下ジャージ、普通の、アディダスとかのジャージとか着てるように見えたんですけど、パニアバッグつけてました。旅行ってわけじゃないのかな。もうすぐ着きます、もうすぐ。で、着いたら、ポタファシ詐欺道ですかね、やっぱ。どんなところか最後に一目だけ見せて、うわ、あ、動いてます。晩ご飯配信までは多分やらなきゃ思います。食堂とかだと他のお客さんもいてなかなか、あ、休止中か、やっぱりやってないのか今。
自主点呼に全力なんですね。これだ、境関温泉。あ、でかい、こんなでかいとこなのか。来てますか。よし、ん、セットお帰り。うん、温泉宿というか温泉にくっついてる宿泊棟みたいな感じですね。江ノ島へ、ん、イベントありがとうございます。到着。股間パッド何もしてないです。ブリーフと普通のズボン、あの短パンだけですね。 B キャンカット1500円、顔剃り1000円。よーっと、お世話ししないっす。うん、健康ランドみたいなもんかな。意外に。うん、ブリーフ派です。おー。古い方？あれか？ただちょっと宿泊棟がどれかよくわかんないんですよね。宿配信、いや、あの部屋ではできると思います。お疲れ様です。宿泊所右手、これかな。受付どこなの、そもそも。まあとりあえずこの中の受付で聞いてきますかね。機械入力の人がメインなんでしょうね。じゃあまあ録画はこの後うろうろして場所探すのを映すのもなんだし。パニア、ああ、なるほど、そういうのかも。まずく、いや、今の気温だったらいけるかな。じゃあ、終わらせられるかな。配信終了がちゃんとできるかどうか。お疲れ様でした。旅館部、手前、右の方だったのかな。あ、押せる。うん。明日の朝はもしかしたら ここにまた、あ、どうだろう。24時間じゃないかな。じゃあ、お疲れ様でした。やっぱり先に飯食おうかな。じゃあ、あとはツイッターとかで。夜やるとしたらまた10時ぐらいから部屋からやると思います。それでは。うん、ありがとうございました。と、じゃあ GoPro もここでありがとうございました。